ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。銀座線の渋谷駅が移設工事と聞いて、やってきました。渋谷マークシティ側から来ました。これが旧ホームですね。線路が繋がってるなぁ。旧ホームを解体するために、線路が繋がっているのかな？奥に見えるのが、新ホームです。こっちが旧ホーム。切り替わったばかりだけど、懐かしいですね。このホームの上は、東急百貨店です。鉄道ファンが大勢来ているようです。そろそろ電車が出発するようです。線路が曲げられたんですね。黄色いラインから赤いラインに新しくなりました。お、出発した。今度は電車が来ました。あそこで止まった。こっちに来ることはなさそうですね。自動改札機を通って、中に入りました。白いのが、あばら骨みたいです。渋谷光江川まで歩いてみました。ちょうど、電車が来ました。あれ？全部入りきらないな。縦型の発車表です。おしゃれですね。東急百貨店方向を見ると、おしゃれな駅ですね。渋谷光江川から再度、全部入るか挑戦しました。上下が切れますね。東急百貨店側から撮影することにしました。渋谷のスクランブル交差点の上にいますね。あそこの白い枠組みまでが駅なのかな？旧ホーム側はいつかは壁ができるのかな？ホーム全体はこんな感じ。都営バスが見えます。スイカで入ってしまったので、乗ります。ため池さんの植木に着きました。暗くて、分岐器がわかりませんでした。
この駅で上下線の入れ替えをして、折り返し運転していたんですね。ご視聴ありがとうございました。